皆さんおはようございます。マーティン、ダイム役場、金武です。サード、ショート、ファーストのロイさんの孫生います。近鉄1年、西武では長年務めておりますね。毎年のように100試合以上出場した名選手と言っていいでしょう。はい。実は一度、サード部門でベストナインを獲得した名選手と言っていいでしょう。打率20本以上、ホームランも高く、打率もアベレージすごい選手ですけどもね。はい。確かにホームランで、ほん、ロマン法、当たれば当面またですよ。はい。 確かに西武時代は本当に守備も貢献してすごい選手で、ファインプレーも連発、攻撃面も本当にすごく、積極打法として活躍したそうでございますね。はい。打線も本当に機能して嬉しいちゃんでございます。はい。近鉄に移籍してからも出場は毎年のように1 0 0試合以上維持して、まあ、ホームラン打点も本当にレベルも高い選手でございますね。はい。守備も西武時代と変わらず、頑張ってますけど1年で結局は退団してしまったのさ。はい。 というわけで、ロイさんの凄さを語りました。バイバーイ。